とかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。手塩にかけた名馬たちが一堂に会します。スーパーワールドブリーダーズカップ、まもなくスタートです。起伏の激しい難コース、スーパーワールドブリーダーズカップ、まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは。ぐんぐんと飛ばしまして、タワエクシードが先頭に立ちました。それからサンスクリット、そして3番手に2番チャオ、内を通りまして1番プライムストーム。ここから712メートルのファーイーストトンネル、これが一番人気のチャオチャオ。ヌメール騎手、この手応えはどうか。ブルーリフレクション、外から1頭ゴールドベガス、しんがりからクイックルワイパーでやります。もう一度整理しましょうか。先頭は内枠スレスレを逃げるチャオエクシードでやります。それから離されまして5番サンスクリット、2番白い馬体チャオ、プライムストームがそのうちにいます。6番チャオチャオ、どのように差を詰めていくか。ちょっと離れて4番ブルーリフレクションでやります。その外からは7番ゴールドベガス、クイックルワイパーはしんがりから行っております。先頭は8番チャオエクシード、後続集団を離しました。さあトンネルを抜けると世界最高のウィニングロードが待っています。さあ先頭はチャオエクシードが頑張っている。一発二発とムチが飛んでチャオエクシードが先頭だ。外からはチャオチャオ、先頭横山とチャオエクシード、先頭行くチャオエクシード、ああもう一杯か。ものすごい足で突っ込んでくるゴールドベガス、チャオエクシード先頭、大外から強襲チャオチャオ、先頭ルメールとチャオチャオ、内を通ってゴールドベガス、どっちだどっちだ、ゴールドベガスかチャオチャオか、ほとんど同時です。確定しました。